こにいるんだ、チップマック。チップマック、チップマック、どこに行ったの？チップマック、チップマック、出ておいで。チップマック、どこにいるの？チップマック、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 どこ行ったの？チップマック。ポリアンナ、どうしたんだよ？ジミー、チップマック見なかった？見ないけど、そういえば今朝は一緒じゃなかったよな。私がほっといたのがいけないのよ。ほっといたからどっかに行っちゃったんだわ。どうしよう私。泣くなよポリアンナ。あいつがどっかに行っちまうなんてことあるはずないじゃないか。どこかに隠れてるんだよ。そうですよ、今日はお嬢様がお忙しくて構っておやりにならなかったから拗ねてるんです。でもそれならこんなに読めば出てくるはずだわ。そうだ、もしかすると森に来るつもりで道に迷ったのかもしれないよ。俺もう一度戻って探してみるよ。ありがとうジミー。よし、善は急げだ。じゃあ私たちは河原の方でも探しましょうか。ええ。そうだわ。私あの岩山のこと忘れてた。岩山ってあの岩山ですか？チップマックはね、西部の岩山にそっくりのあの山が大好きなの。きっとそこですよ。行きましょうナンシー。バレ様のお呼びだ。ナンシー、私一人で平気よ。早くおば様のところへ行って。でも大丈夫よ、慣れてるから。それにきっと岩山にいるわ。そうですね、それじゃお気をつけて。どうして出てきてくれないの？どこに行っちゃったの、チップマック？チップマック！チップマック！どこにいるんだ？チップマック！たかがリス一匹のために何をお騒ぎしてるんです。これでは落ち着いて本を読むこともできやしない。ですがチップマックはポリアンナお嬢様の。だからリスのことはポリアンナに任せておけばいいんです。お前たちまでが仕事を放り出して探し回るなんてもってのほかです。申し訳ございません。いいですね、夕食が遅れるなんてことのないように早く支度にかかりなさい。はい、かしこまりました。
さん、そんなところにいるはずないよ。そんなことわかるもんか。きっとどこかにいるはずだよ。チップマックを一生懸命探し回る人たちを見ていると、パレーはまた自分一人が取り残されたような奇妙な寂しさに襲われるのでした。そんなことはポリアンナがこの家に来るまでパレーにはなかったことです。お嬢様、ポリアンナお嬢様。お嬢様、見つかりましたよ、チップマックが。どこなの、どこにいたの。いつもの木の別の穴にいましたよ。わあ、よかった、よかったわ。まだお話が。お嬢様、どうして、どうしていけないの。それはお嬢様、かなり弱ってるようです。だから下手に動かして、もしものことがあったら大変です。もしものこと、チップマックが死んじゃうの。さあお嬢様、今ティモシーが動物のお医者様のところへ行っております。あの子が戻ればどんな手当てをすればいいか分かりますから、もう少し辛抱してください。ダメ、ごめんね、チップマック。昨日から元気がなかったのに、私具合が悪いなんてちっとも気がつかなかったの、ごめんね。それでダルギンさんはチップマックが助かると思う？思うも思わないも、元気になってもらわなきゃお嬢様がかわいそうじゃないか。でも今にね、ティモシーがきっといい知らせを持ってくるよ。タッソー先生は名医なんだから。でも大丈夫かしら、タッソー先生に聞きに行ったことがパレ様に知れたら。構うもんかね、聞くだけなんだし、薬がいるようならその分ぐらいはじいさんが出すって言ってるんだから。私もです。そりゃほんの少ししか出せないけど。いいんだよ、あんたは親元に送らなきゃならないんだから。何かの時の用意にと思って少しは手元に置いてるのよ。どうしたってチップマックに元気になってもらわなくちゃ。そうでなきゃお嬢様がお気の毒ってもんですよ。うん、ああとうとう降り出しちまったね。あ、お嬢様に傘を。うわー、うん、どー乗れよジミー。あ、遅いねティモシー、何してんだろう。
生？ええ、先生はね、西部からこっちへ移って気候や環境が変わったんで風邪をひいたんじゃないかって、そういうことはよくあるそうですよ。なんだ、風邪ならすぐ治るさ、心配ないよポリアンナ。本当？本当に大丈夫なの？ティモシー。ええ、薬をもらってきましたからね。これだよポリアンナ。それを飲ませて寒くないようにして、やっぱり安静が第一だそうですよ。治るのね、きっと。治りますとも。よかった。ただなるべくなら西部にいた時と同じようにさせた方がいいらしいんですが。じゃあ私治るまでここにいるわ。向こうじゃずっと私のそばで寝てたんですもの。そんな、治るのに何日かかるかわからないのに無茶ですよ。そうだよポリアンナ、大地こんな雨の中。だってその方が早く治るんでしょ。お嬢様、わしらのうちでよかったらチップマックと一緒に泊まってください。パレー様にはわしが話しますから。うん、外で飼う約束でおば様に許していただいたんですもの。約束を破るとおば様に叱られちゃう。またチップマックを捨てなさいって言われちゃうかもしれないわ。送ってくれてありがとう、ティモシーさん。なに、いいってことよ。早く良くなるといいね、チップマック。ああ、そうだな。はい、パレ様。夕食の時間はとっくに過ぎているんです。なぜポリアンナが席についていないのです？はい、お嬢様は具合の悪いチップマックにつきっきりでいらっしゃいまして、とても食事をなさるご気分にはなれないそうです。ポリアンナがついていたところでどうなるものでもないでしょうに。そんな、お嬢様にとってチップマックは。すぐに食事にします。私はお前にもポリアンナにも決めたことはきちんと守るように言ってあるはずです。まあポリアンナもそのうちお腹をすかして入ってくるでしょう。そうしたら台所で何か食べさせておやり。はい。まったくなんて人だろう。血も涙もあれしない。あの方がポリアンナお嬢様の血筋だなんて、私にはとっても信じられないわ。弱っちまうよな。お嬢様は一晩中あそこにいるつもりだよ。今もみんなで交代で付き添うことにしようって親父が言ったんだけど、どうしても自分がついてるって頑張るんだ。俺が西部と同じがいいなんて言わなきゃよかったんだ。あのままじゃ今度はお嬢様が風邪ひいちゃうわ。親父も辛いとこなんだよな。チップマックを家には絶対入れない。パレー様の目につかないようにする。そう約束した張本人なんだから。そうよね。何しろ相手がパレー様じゃ、お嬢様が心配なさる通り今度こそ捨てろってことになりかねないもの。チップマック、お薬飲んだんだからすぐに元気になるわよ。まあトム、そんなに濡れちゃってるわ。もうお家へ帰って。チップマックは私が見てるから。いいえお嬢様、濡れるくらい平気です。チップマックが元気になるまでわしもここにおります。ありがとうトム。私バレ様に交渉するわ。たとえこの家を追い出されても構わんもんですか。バレ様にお願いするんだ、お嬢様のために。え、そうですとも。何ですって、リスをポリアンナの部屋に。はい、あの屋根裏部屋に入れることを許していただきたいんです。あの子が
そう頼んでくれとお前に言ったんですか。とんでもございません。ポリアンナ様はうちには入れない約束だからっておっしゃってずっと外にいらっしゃいます。え、チップマックの病気が治るまで何日でもついてるっておっしゃって、お食事もなさらずにこの雨の中を。なぜそんな馬鹿げたことをさせておくんですか。パレー様、チップマックは西部から連れてこられて気候が変わったところに外に放り出されて環境まで変わったために病気になったんです。それでお嬢様はせめて西部にいた時と同じように一緒にいてやりたいと付き添っていらっしゃるんです。何日かかろうと離れないおつもりなんです。なんてことです。そんなことをさせておいたらポリアンナの方が病気になるじゃありませんか。ですからトムじいさんのうちにお泊まりくださいってお勧めしました。でもお嬢様はおば様との約束があるっておっしゃってお断りになったんです。お願いです、パレー様、チップマックをお嬢様のお部屋に入れてやってくださいまし。ご両親のいらっしゃらないお嬢様にとってチップマックは家族なんです。兄弟と同じなんです。これではお嬢様があまりにもかわいそうだ。お立ち、ナンシー。仕方ありません。チップマックを入れておやり。よろしいんですか、パレー様。ミスミスポリアンナに風邪をひかせたのでは私の義務が果たせませんからね。ありがとうございます。どうしたの、ナンシー。お許しが出ましたよ。チップマックをお部屋に入れてもいいってお許しが出ましたよ。本当？本当なの、ナンシー。本当ですとも。パレ様がちゃんとそうおっしゃったんです。わあ、よかった。ありがとう、ナンシー。いいえ、私のせいじゃありません。お嬢様のお気持ちがやっとパレ様に通じたんです。さあ、早く中へ。うん。よかったね、チップマック。お家に入れるよ。さあ、入りましょう、嬢様。ええ、ありがとう、トム。さあ、ナンシー、これを。ありがとうございます、パレー様。これでもう安心ですよ。ええ、そうだわ、おばさまにお礼を言わなくちゃ。そうですね、チップマックは私が見てますから、どうぞ行ってらしてください。ええ。おばさま。ありがとう、おばさま。私本当に嬉しいの。おばさまはやっぱり親切なのね。私嬉しくてなんてお礼を言ったらいいのかわからないくらいよ。そんなに喜んでもらえば私も満足です。ですがポリアンナ、いくら嬉しいからといって椅子をひっくり返したりドアをバタバタさせるようなお行儀の悪いことは慎んでもらわないと困ります。はい、ごめんなさい、おばさま。よいしょ。なんです、ポリアンナ、人の顔をそんなに見るものじゃありません。おばさまはドアをバタバタさせたこと一遍もおありにならないの？当たり前でしょ、そんなこと。そうなの、おばさまって本当にお気の毒だわ。え、気の毒ですって、私が？だってドアをバタバタさせちゃうときってそれだけのわけがあるわ。
とっても嬉しくてたまらない時にはどうしたって静かになんかしていられないはずですもの。それがちっともそんな気にならないっていうのは嬉しいことが全然なかったってことでしょ。私おばさまがそんな風に嬉しいことがなかったのがお気の毒でたまらないの。本当におばさまはお気の毒だわ。じゃあおやすみなさい。ポリアンナ、今パレはどういうわけか泣きたい気分でした。こんなことは一人で暮らすようになってからのこの10年一度だってなかったことです。そしてパレは思い出していました。もちろんパレにも嬉しいことはあったのです。何かにつけて明るい笑い声を立てずにはいられないほど嬉しかったことが。ポリアンナの部屋を初めて訪れたパレーはそこで幼い日の思い出を映し出す鏡と出会うのでした。次回愛少女ポリアンナ物語手鏡の思い出お楽しみに。